デスクリムゾーンはエコールソフトウェアが1996年8月9日にセガサターン向けに発売したガンシューティングゲームである。元はカナダドルを業務としていたエコールソフトウェアがパズルゲームパッパラパオーンに続けて同社社長マナベケンのもとで開発発売したゲームソフト第2作でありセガのバーチャコップに続くガンコントローラー バーチャが対応ソフト第2弾でもあった。しかし、デスクリムゾーンは、開発スタッフの人数や経験などが不足していた、中で無理に様々なアイデアを詰め込もうとした結果、オープニングデモに始まり演出、画面描画、操作性、ゲームバランスなど、ゲーム全体にわたってあまりに多くの問題を抱えてしまった。このことから、ゲーム雑誌のレビューで厳しい評価がなされ、 また購入したユーザーからも酷評を浴びた。その一方で、独特の不条理さや不可解なセリフ、ゲーム雑誌の読者評価ランキングで最下位の常連となったことなどが帰って、ゲームファンの注目を集め、インターネットを中心に口コミで話題を博した。そして、クソゲーの帝王、最下位帝王、デス様などの異名をつけられて、カルト的人気を博し、 後に続編が発売されるなどエコールの看板ソフトとなっている。2018年11月14日発売から22年を経て作曲者渡辺国隆によるサウンドトラックシーリーデスクリムゾンサウンドトラックスが発売された。イゴールミトライ作月の光。東夜湖畔にも同じ作品がある。 ゲームを起動してまずプレイヤーの目に飛び込んでくるのが溶岩と持ちだまりともつかない背景の上にどことなくアジアの民族音楽を彷彿させる音楽に乗せて壊れかけのデスマスクのようにも見える画面が2枚浮かんでいるという画面でこの上をエコールの5文字が回転しながら飛んでくるという怖いとまで表されるメーカーロゴ画面であるまたこの画面はどうやっても飛ばせないので プレイヤーは毎回この画面を見ることになる。これは、北海道、東野古の臼ん噴火記念公園にある彫刻、月の光とされている。メーカーロゴ、タイトル画面に続く、オープニングデモは、説明らしい説明が満足にないまま進んでいく。まず3次元コンピュータグラフィックスで描かれた、角張ったモンスターが力の抜けたような吠え声を上げる。続けて、主人公。 コンバット越前のプロフィールが表示される。タイプライターのような効果音とともに1文字ずつ、プロフィールが表示されるのだが、画面と音とが明らかにずれている。そしてそのプロフィールには、フルネーム越前康介、コードネームコンバット越前とあるが、コードネーム中に本名丸出しで匿名の意味をなしていない。そして、ワイヤーフレームで表示された体にテクスチャが貼り付けられて、 コンバット越前の姿が映し出されるが、微妙に曲がりくねっており、左手の先が細く、足の長さが左右で違っているように見える。オープニングでもの実写映像は、和歌山市の離島、友ヶ島内の由来要塞で撮影された。その後、越前の股間あたりから不規則に回転しながら飛び出す。白い背景に赤抜きした文字のデスクリムゾンのタイトルが現れ、 ひらがなを読んでいるかのような発音で、ナレーションがタイトルコールをする。その後続けて画面に現れるのが、どこかの森と廃墟をホームビデオで撮りながら走り回ったような、セピア色の画質の荒い動画である。機関銃とヘリコプターの音からどうにか戦場が舞台だとわかるが、説明らしい説明はまるでない。そして、 コンバットエチゼンと仲間のセリフが流れてくるが、声がやたらと噛高く、同じ声優が無理やり声を書いただけの演技だと、丸わかりであるため、一人ごとで延々と喋っているように聞こえる。また、この際のエチゼンや仲間のセリフと画面の動きとが、ジグハグである。例えば、エチゼンが途中で、上から来るぞ。気をつけろ。と叫ぶが、ちょうどその時は階段を登って、 上方向に向かっているシーンであるため、上に敵がいることを予想しておきながらなぜ上に行くのかという疑問が生じる。さらに、階段が出現した場面では、なんだ、この階段は、と階段を降りながら話しているが、その階段は至って普通のものである。最も有名なシーンとしては、シーンが進んで廃墟の中に入り込み3つほど並んでいる。 扉のところまで来たところで画面が切り替わり、3DCG の扉を開けるシーンが流れる場面がある。この時へ事前は、せっかくだから、俺はこの赤の扉を選ぶぜ、と叫ぶが、何がどう、せっかくだからなのかもわからなければ、目の前にある扉はどう見ても赤くなく、選ぶと言いつつ、3DCG の扉は、そもそも一つしかないので選ぶ余地もないと、謎だらけのセリフになっている。 この不可解なセリフは、デスクリムゾーンのファンの合言葉になっているほか、デスクリムゾーンと関係のない話題の中でも、しばしば、せっかくだから俺は、このを選ぶぜ、という言い回しが使われるなど、ゲームファンの流行語となっている。本作の基本的なゲームシステムは、主人公、コンバットエチゼンの視点で三 d c g によって、描かれるシーン内を自動で移動しながら、ガンコントローラーを銃に見立てて、 画面の中に現れる敵キャラクターを狙い撃つものである。弾の装填数は6発で、画面外を撃つことでリロードする。ガンコントローラーがない場合は、セガサターン付属のコントロールパッドが使用でき、この場合は、左親指側にある方向ボタンで照準カーソルを移動させ、右親指側の A ボタンで射撃、X ボタンでリロードできる。主人公の使う銃、クリムゾンは、 持ち主の精神を蝕みながら進化するという設定で、射撃を敵に当てていくことで銃に様々な不可能力が加わるという特徴がある。銃の進化は進化レベルゲージを貯めることで可能になる。画面右下にゲージが表示されており、敵を撃つと増加し、外すと減少する。ゲージが最大まで貯まるとの効果が得られる。オプション銃は引き金を引き続けて、 右上に表示されるゲージを貯めることによって進化ゲージと引き換えに発動させることができる。どのオプション10になるかはシーンごとに決められている。またこの作品では倒した直後の敵に追い打ちをかけることによってスコアを稼ぐことができる。ステージは最初は2つまで選択でき、ステージ1はシーン1.23の3つ、ステージ2は シーン4.5の2つのシーンを戦い抜いた後、それぞれのステージのボスキャラクターとの戦いになる。ボスとの戦いでは、画面の端に表示された矢印を打つことで、矢印の方向を向くことができる。2つのステージをクリアすると、ステージ3を選択することができ、ここではシーン6.78の3つのシーンをクリアすると、最後の敵、デスビスノスとの決戦になる。 それは10年前のことであった。コンバットエチゼンことエチゼンコースケは、戦友のダニー、グレックと共に、マルマラ軍の傭兵として配送中、偶然遺跡を見つけ、とにかく入ってみる。すると、中には3つの扉があった。せっかくだからと、赤の扉と彼が呼んだ扉を選んだエチゼンは、そこで、クリムゾンというナノ銃を手に入れた。1996年、 医師となっていたエチゼンは、ヨーロッパを覆う、謎の伝染病、コット症候群に、かつての記憶と通じるものを感じ、クリムゾーンを携えて、捜索を始めた。しかし今、デスビスの巣の放ったモンスターがクリムゾーンを取り返すべく、エチゼンに襲いかかる。コンバットエチゼンのかんだかい声は、誰が演じたのか、説明書やエンディングのスタッフロールには一切名前が、掲載されていなかった。 雑誌レビューで下手くそとまで評され、当初は忘れましたが、エコールの公式なコメントだった。後に他のキャラクターやナレーションなどそれ以外の声まで含めて、すべて関西を中心にナレーターなどとして活動している、声優の清治郎が演じていたことが明かされている。発売前後に刊行されたゲーム雑誌でのレビューでは、こうした問題点を抱えた。 デスクリムゾーンに対して厳しい評価がつけられた。週刊ファミ通1996年8月16日号におけるクロスレビューでは当時の編集長、浜村孝一が企画自体には理解を示しつつもゲームバランスや難易度、当たり判定に苦言を呈して3点をつけていた。他にも昔見たアニメを大人になって見た時の感触に例え、 昔はこれで良かったんだよなって感じと評した上で、成長する武器システムを楽しむには、邪魔が多すぎると4点をつけたレビューや、バーチャコップを真似てみたが何もかも及ばなかったという感じと3点をつけた国評もあった。さらにはレビューをやる中で、ゲームに点数をつけるという行為に限界を感じた一本。鳴りやまないエレクトーンやムササビの存在に制作者のシュールな世界観を見た思いだが、 そうした芸術に点数をつけるなど不可能だ。あるいは松本人志市レベルの超高度な笑いを目指しているのか。羽田孝之といったものさえあった。各自10点満点の中で2点以下は滅多につけられないファミ通のレビューでは4人中1人が4点、3人が3点をつけた結果合計13点という極めて低い評価だった。 セガサターンマガジン1996年8月9日号においては完成度100%というサンプルに対してこれマジで出すんですかと題されたレビューが寄せられていたそのレビューは美しい CG などと書かれた説明書と実際の画面の出来との落差に対してさっさとバーチャガンを置いて家に帰りました詳しいことは 右や左の方を参考にしてくださいと2点をつけていた。このレビューの右には消化不良のシステムが否と題して問題点の多さのために、せっかくのアイデアがかなり損をしていると思うと評して4点をつけたレビューが、左にはバーチャガンでも大変だわと題して、初期クレジットの少なさなどを問題視した3点のレビューが並び、 平均して3点という相当に低い点数である。サターンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなっており30点満点中14.1点となっている。また、1998年に刊行されたゲーム誌超絶大技林98年春版ではモンスターたちと死闘を繰り広げるガンシューティング。 敵を倒すほど武器が成長するという RPG のようなシステムが斬新。しかし、敵の動きが荒い、敵の出現や攻撃の瞬間が不明瞭など、肝心な部分の作り込みが甘く、粗雑な印象を受けると紹介されている。サタマガの読者投稿レビュー企画、読者レースにおいては、1996年11月22日後の初登場において、 規定投票数到達ソフト297本中297位の最下位、かつ当時の最低平均点1.0909を記録した。これは10点から1点まででつける評価が10人分以上集まったところで、初登場となるシステムで、計算上は11人中1人が2点、あとは1点でこの点数が出ることになる。同画におけるその一つ上は、 大冒険セントエルモスの奇跡の2.5227点で、それまでにも例のない群を抜いた低成績だった。この初登場時のデスクリムゾンへの読者レビューにも、ただのゴミなどと罵倒するものも含めて厳しいコメントが並んだが、中には個人的には10点だが、客観的には1点。が、曲、音声。 ゲーム内容からデモンムービーに至るまで今までの回ソフトも逃げ出す素晴らしさ。それでいてゲームはしっかりやり込みが意がある。まさに帝王の名にふさわしい。今伝説は始まる。東京都22歳というデスクリムゾンのカルト人気の到来を予見したようなものも見られた。サタマガの読者レースにおいて後にスタンバイ声優が初登場時1.0833点。 最低1.0769点と最低点記録を更新するなど、後発のソフトが再開となることもあったものの、デスクリムゾンは再開争いの常連として、ランキング寸表でその動向が注目されるなどある種の名物となった。デス様という異名は1997年の春頃にはマニアの間で用いられており、読者レース寸表などでも使われるようになっている。サタマガ ドリームキャストマガジンとなってからも1999年7月23日増刊後まで継続していた計145回の連載中において最下位獲得回数が最多の69回連続最下位記録も最多の18回連続という記録を打ち立てつつ最下位でゴールインし最下位帝王の称号を不動のものとした連載終了後も 同年いっぱい募集が続けられた読者レースの最終結果は全セガサターンソフト1156本の宇宙高投票獲得ソフト945本中945位全得票平均点2.1058であるこれはパッパラパオーンの945本中938位2.4491点を下回った結果となっている一方でいわゆる クソゲーを取り上げる書籍や雑誌連載においては、その内容や評価のために、格好の題材にされてしまっていた。その中でも、超クソゲーにおいては、デスクリムゾンのあまりのインパクトに、特に一節を割いて、これについての取材の点末を記す形をとっている。その過程において、エコールへのインタビューが試みられ、最初は、 自身の発言を捉えて叩かれることを恐れた、エコールから断られたものの、幾度かの折衝の末に、ファクシュミルによるインタビューを行うことに成功している。その回答文は、の意味は、目視て語らずと断った上で、多くの質問に、と返答されたものではあったが、これをきっかけとして、同書の筆者らによる、エコール社長、真鍋健一への直接のインタビューが実現。サブカルチャームック。 クイックジャポンボリューム24にこの模様が掲載された。デスクリムゾン発売後しばらくの間に、エコールに送り返されてきたアンケートはがきには、死ね、殺す、というユーザーの過激な言葉が書かれていたという。その一方で、インターネット上には、デスクリムゾンについて取り上げるサイトが、次々と現れていた。デスクリムゾンをネタにしたページのみならず、 これを褒めたたえるものもあれば、エコール社などの最新情報を逐一報告するものもあり、中には、聖地巡礼と称して、エコール本社の入っているビルを訪れたり、オープニングのロケ地を探し回ったり、果ては、エコール社のアルバイト面接に臨んで、その詳細なレポートを上げるものまで現れた。発売から1年ぐらい経つ頃には、アンケートハガキには、これにめげずに頑張ってくださいというような、 制作スタッフを慰めるかのようなものも見られたという。販売された本数が少なかったこともあって、後には市場価格が高騰、2001年頃にはインターネットオークションにおいても高額で取引されていた。マナベラエコール側は発売当初沈黙していたが、戦術したファクシュミリでのインタビューに動かされてか、徐々に態度を軟化させ、雑誌、書籍のインタビューにも、 少しずつ応じるようになっていった。そうした中で、デスクリムゾン開発の裏事情も明かされている。他のいわゆる、クソゲーとデスクリムゾンの違いについて、クイックジャポンボリューム24でのインタビューで、真鍋は他のクソゲーって、こりゃダメじゃんと諦めながら、それでも仕方なく作った感じがするんですよ。でも、デスクリムゾンの場合、あれもこれも入れてやるって、姿勢だけは伝わってきて、 空ぶかしでフル回転してる。何かすごくどんどん間違っていくというか、学べまあ、意欲は間違った方向に行くと、どんどん変なものを生み出すこともあります。だから、後ろ向きで全力疾走という。しかも、とんでもないスピードで、そういうところが強烈だし、前代未聞のゲームではありますよね。というインタビューアーとのやりとりを交わしている。 インターネット上の盛り上がりに対しては、当初は、知っています。心痛めつつ、笑ってみていますと答えていた。またその人気に対しても、一過性のものに過ぎず、本当に、エコールやそのゲームを理解し共鳴している、真のファンは10人ぐらいではないかとも見ており、デスクリムゾンがクソゲーで亡くなった時点でどれぐらいのファンが残っているのかが見物だとも、マナベは語っている。 ゲーム情報サイト ,gpara.com でのゲームクリエイターへのインタビュー企画においては、対戦格闘ゲーム、ソウルキャリバーのプログラマーであるナムコのニ村忍が、直前の回で登場した、マナベの紹介という形で登場し、デスクリムゾンについて、強烈なエネルギーを放つ解作と評し、この作品に関心を持たない、業界人はいないとも語っている。 そして開発者の本気だけは痛いほど伝わってきた。この作品の続編が発表された時には、心底嬉しく感じたという。後には、真鍋はファンと積極的に交流するようにもなり、エコールの公式サイト上に電子掲示板を設けて、ユーザーの声に直接触れている。掲示板が嵐にあった時には、辛抱強く対処することで、いずれ自分の行為を恥じる。 良識が芽生えることを信じておりますという大人の対象を見せた。2001年にはセガサターンソフトが再販できる最後のチャンスを利用してデスクリムゾンの再販を行い東海道山陽新幹線を主要駅で下車しながら各駅で待ち受けるファンに学べ自ら手渡しで販売するデストレインと称するイベントを開催した。このイベントには 各駅で多数のファンが待ち受けたほか、前日のナムコに村や、当時、テクモのチーム忍者リーダーだった、板垣智信など、真鍋と交流のある他社のゲームクリエイターも応援に駆けつけた。コンバット越前他の声を演じた、聖二郎も、ネット上で素人がやっているんじゃないかと評されたことがトラウマになっているというものの、2007年にはエコールが開いたイベント、 エコールファン感謝祭に、特別ゲストとして招かれ、越前になりきって、真鍋の質問に答えるというファンサービスを披露した。中華味の焼きビーフンが好みで、カレービーフンは、ダメ、友ヶ島へ行ったことはない。好きだったサロニカはもう亡くなってしまった。イラクに自衛隊がいる時代だから、もう傭兵はやらない。これからは、ムササビ専門の獣医をやるつもりなどと越前の声で、答えて、 ファンを沸かせた。2008年には、オープニングのロケ地、友ヶ島へ、真鍋や、聖二郎がファンと共に渡る、デスクルーズと称するイベントを開き、真鍋自身が、デスクリムゾン開発の舞台裏をもとにフィクションを加えた、書き下ろし小説、フリーズ、デスクリムゾンレゾナンスを発表し、参加者に手渡した。福岡県在住の造形作家、住田隆は、デスクリムゾンをもとに、 クリムゾンが巨大に進化を遂げた姿をイメージした造形作品、巨大クリムゾンを制作した。中には、セガサターン本体とデスクリムゾンのディスク、そしてバーチャガンの部品を利用した仕掛けが収められ、テレビと組み合わせて実際にプレイすることが可能である。制作の意図は、普通のゲームとは、かけ離れた異端のこのゲームに対して、旧来の価値観や、 常識の逆転という現代美術の特徴と共通するものを感じたところから、ただでさえ難しく、不条理なこのゲームをさらに遊びにくくしてしまうことで、そうした価値観のズレを極端に増幅したというものである。2005年に福岡アジア美術館で開催された現代美術の展覧会第3回福岡アジア美術トリエンナーレ2005に出展され、 さらに会期終了間際の会場において、作者とデスクリムゾンの海の親、真鍋健一との対談も行われた。巨大クリムゾンは、イギリスでの美術展にも出展された後、福岡県中川市にある作者自身の施設美術館、不思議博物館に収蔵されており、日曜日祝日限定ではあるがプレイすることができる。2018年3月25日放送分のアニメ、 ポプテピピック第12話冒頭において、本作のオープニングムービーのパロディがあり、エンドロールにお企画協力として、エコールソフトウェアとマナベの名前がクレジットされている。本作は、下記のシリーズ作品が制作されている。詳細については、各記事参照。デスクリムゾンの CD ロムと説明書は、1999年に、国立国会図書館が、 ゲームソフト等の電子出版物の収蔵を開始した際に納入されている。攻略本は出版されていない。複数号を出展とするものを記載。国立国会図書館。国立国会図書館 n d l o p ッ c 2008年12月15日閲覧。ありがとうございます。